皆さんこんにちは、内藤バグです。はじめラジオンズです。真面目にやります。はい。ですね、今日はね、ちょっと面白いゲームをね、入手してみたんで、これをね、プレイしてみようと思います。 MSX のゲームなんですけど、これじゃん、出ました、スーパードリンカーですよ。もうね、このキーオアジョイっていうのでね、もう時代を感じますけど、早速やりました。これどっかで見たことあるよね、このなんか感じ。当時ね、こういうの大流行りしたんですよね。これはほら、とりあえずね、壺みたいな、このなんだこれ、壺みたいのをね、取るんだよね。なんとなくね、もう昔ちょっとやったことがあるんで覚えてるんですけど、とにかくこの壺を取ればいいんですよ。なんかはしごみたいなところになってて、敵のアルゴリズムはどうなってんだ。おーおーおお、そういうことね。で、これバーン落ちちゃった。こうしてこっち行ってこうか。なんか止まっちゃったぞ、あいつ一人止まっちゃってんだけど、なんだバグか。ゲームバグってんじゃねえのこれ。なんかあんのかな、気絶とかあんのかな。んちょっと待って、すげえしつこいなこいつ。どうすりゃいいんだ、こっちか。よし、よし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 。ん、ああ、もう一個上にあんのね。もう一個ね、もう一個上を取って、あ、動き始めたな。こうすりゃいいのか。取ってどうすりゃいいんだ。おお、取ればいいのか。取ればクリアか。よし。二面。これ何？電話？電話っぽいな。飛ばせねえの、ここ。飛ばせねえの。はい。おい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 。ちょっと待てよ、これ。ちょっと待てよ、これ。どうすりゃいいんだよ、これ。ん？だってこれ。上とか乗れんのよ、として。乗れねえし。なんだよこれ。ちょっと待てよ、急いで行かなきゃいけないんだな。急いで行けばいいんだな。躊躇なく飛ばせねえの、ここの部分。よし、飛べねえじゃんかよこれ。ん、どういうこと。しょうがねえ、ちょっとジャンプあんのか。ジャンプあるんじゃん。飛ばせねえの、ここ。なんだ、ジャンプは。何キー、ジャンプ。ん？飛ばないじゃん。お、あ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 、わかった。おーおーおー、あ、ちょっと待って、ちょっと、あ、ちょっと、これ、走りながらでないとジャンプできないんじゃん。なんだよ、これ、もうさ、ちょっとこれ、バランスひどくねえか、これ、いきなり、しょっぱながら、これじゃあさ、しょっぱなからこれはひどいよね。しょっぱなからこれひどいよね。もうだってこういうパターンじゃん。こういうパターンじゃん。これはやっぱりちょっと、これを作った人に聞かないとダメだ、これは。また電話しちゃう。また電話しちゃう。出るかな。出るかな。出るかな。ちょっとこれはね、クレーム入れないぞ、これ。クレーム。さすがに出ないか。忙しいか。忙しそうだね。忙しそうなのに、忙しいこんな電話したら怒られちゃうから、ちょっと。これはさ、まだられてるし、なんだ、今から30何年前に、僕がちょうどだから、いつもの、かかってきた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 。もしもし？もしもし、電話くれた？ブーちゃん、ブーちゃん、忙しい？大丈夫？今？うん。何？また YouTube？ YouTube じゃないね、YouTube じゃないの。今日は違うんだけどさ、ちょっと折り入ってまたちょっと聞きたいことがあってさ、何の話だよ。スーパードリンカーって知ってる？スーパードリンカー。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 なんだ、ゲームのこと言ってんの？ゲーム、MSX のゲーム。
懐かしいね。思い出した、思い出した。なんなんだよあれ、なんでさって君は昔のことばっかり聞くわけさ、あのさ、高校生の時の話でしょ。そう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 、ブーちゃん高校3年ぐらいでしょ、これ作ったの。あ、そうそう、君と同じバイト先で作ったんだよ。そうそうそう、僕がだから高2だから、ブーちゃん高3ぐらいですよ。このさ、スーパードリンカー今ちょっとさ、遊んでみたのよ。え、遊んでみたの、スーパードリンカーを久々に。これさ、これさ、なんかこの当時さ、流行ったゲームのさ、パクリだよね。パクリ？パクリでしょ、これ。パクリってなんかねえよ。だってさ、すげえそっくりじゃん。穴、あっちのゲームは穴掘るじゃん、こっちは穴掘らないで、なんか取るじゃん、これ。何のゲームのパクリだってんだよ。え、あのほら、ロードランナー。ロードランナーでしょ、これ。ああ、ロードランナー俺好きだったよ。好きでしょ、好きだから、これ同じじゃないの、これ。ほとんどキャラクターのサイズとか、なんかこのなんかレンガ。たまたま偶然でしょ、偶然。偶然はないでしょ、ここまでやって。偶然は。これだって、俺の方が先じゃないか。先はない、先はないだろうな。だってしかもさ、これさ、ちょっとさ、バランス悪くない？もう一面からさ、激ムツでさ、しかもどんなバラシだったかもう覚えてないんだけどさ、しかもあのジャンプ、申し訳ないんだけど、ジャンプがさ、あの走ってないとジャンプができなくてさ、その場でジャンプとかできないんだよね。なんか、助走がいるんだよ。助走いるよね、これね。なんかさ、でなんか右側の方になんか点滅してるのがあるんだけど、いまいち意味もわかんないとかっていうさ。あ、それは覚えてるんだけど、それは飲み具合だよ、うん、酔っ払い具合。酔っ払い具合。あ、これそうかそうかそうか、そうそう、スーパードリンカーだから、なんかこれ飲むとどんどん上がってくんだ。そうそう、上がると何なの。壺をどんどん飲んでくと、こう、まあ、元気になるっていうかさ元気になって何になるの、パワーが上がるの。いやだからさ、うん、だから難しい目も解けるようになるんだよ。どうして、どうしてよ。だって何が変わるの、パラメーター。パラメーターね、なんか変わったんだよ。なんかってこれさ、なんだっけな、お前そんなさ、もう35年、これさ、いやいや、もっと前、40年前ぐらいだぞ。ちょっとこれさ、あの、うん、パクリだしさ、ちょっとバランス悪いしさ、ちょっとクソゲーっぽいよね。ぶっちゃけこれさ、これさ、ちょっとあの謝罪した方がいいんじゃない、これやっぱり。誰に言ったよ、気にするのやってる人ってことで。当時買ってくれた人に謝罪した方がいいよ、ブーちゃん、これやっぱり。え、いやいや、だってほら、炎上しちゃうから、これ。初期対応が大事だから、ね、炎上しちゃうから絶対謝罪しないよ。なんでそんな40年近く前のことをこじくり返して謝罪しようと。いやだって、ブーちゃん今ほら SNS とかですぐあの延長しちゃうから、絶対謝罪した方がいいって。ああ、ねえ、謝罪。君の番組にやってる人がいるの。何が、そのスーパードリンカーを。やってる人は多分いないと思うけどね。いないよ、全然分かったね。君今やってんだよね。やってる、やってんだよね、うん、分かった。じゃあ君には謝ろう。そう、僕に謝罪してる。ユーザーなんでしょ今。ユーザーです、1ユーザーです。すごく1ユーザーとしてすごくムカつきました、バランスが悪くて。急に会場で言われたら分かったよ、すいません。そうだいたいさ、お前だってさ、なんかさ、あの時なんか作ってたよな、一緒に。ゲーム、なんだっけ、僕の車かなんかのゲームさ、なんかやってたよね。カーレスのこと覚えてる。あの、カーレースだっけ。そうだ、なんかさ、うん、ラリー X のさ、なんかバカリみたいなやつね。ラリー X の方がよくできてるから、ラリー X に失礼だから、それは。それはあれ、何するゲームなのか、レースできるの、あれのゲームは。レースよ、延々続くレースよ、耐久レースみたいなもんだから。そんなのレースじゃねえ、ゴールがないじゃねえ。耐久レースだからゴールないんですよ。うん、君だってダメじゃん、君もなんかいるんじゃないの。何が、待って、カーレース、カーレースって今引いてみるね。何で引くの、何で。
いやいや、Google でさ。Google の？ Google なくていいよ、うん、そんなの。ああ、あったあった。あったよ。Google らなくていいって何？何があった？あったあった。MSX、カーレース MSX で出るね。出てくるよ、それは。レトロソフトウェアだって。うん。それはやっぱりね。このページを見てる人が、うん、8761回あるから、うん。君は謝んなきゃいけないんじゃないの。何それ、 YouTube にあんの、それ動画が上がってんの。 YouTube じゃないの、あのビッターズとかっていうね、8ビッターズとかっていうなんかそんなのがあるんだ。あるんだ、 だから君も謝んなさい。まあ、結局謝んのかよ。君たちさ、俺のさ、超えたさ、そのダメな部分があるんじゃないの。すいません、申し訳ございませんでした。本当にだってもしょうがない、君だって高校2年生かなんか、じゃあの時。そうそうよ、お互い高校生だから。高校生だったよね、しかしね。2人とも2人ともね。まあでもいい、あれ確かさ、なんだっけ、うん、1ヶ月ぐらい作られたんだ。そう、夏休み1ヶ月で作ったからさ、まあこんなもんだよね、うん、しょうがないよね。そうだね、うん、そうだね。まあまあいいってことでね、いい思い出ということに、うん、しときましょうね。うん、なんでこんな話してるの。ありがとう。いやいや、ちょっと急にさ、急になんかやってみたくなっちゃって思い出しちゃったからさ、ちょっと電話しちゃったんだけどさ。あ、そうなの。うん、また、落ち着いたら、はい、ぜひぜひ、ね、お願いします。ありがとうね。じゃあね、またね。はい、はい、すごいいい人だね。わざわざ折り返してきてくれて謝罪させられるっていう、もうまさか夢にも思わない展開でしたけどな。まあ、あのとにかくブーちゃんがね、あの17歳ぐらいで、僕が16歳の時に夏休み1ヶ月で作ったんですが、もう、まあ、もうね、いい加減謝罪ネタもないと思いますが、まああの本当に当時あの買ってくれた方々、申し訳ございませんでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。